昨年母を亡くし、そして昨年子供を産みました。最高な幸せと最高の悲しみを2つ味わった経験もいたしました。だからこそ困っている人たちを自分ごととしてしっかりとその困ったことを解決をしていきたい。私自転車で走りましたらですね、うちの子供が障害があるんです。医療的ケア児なんです。さらに先生作ってください。いろいろお話をいただきました。介護ヘルパーの方々がなかなか自分の生活が安定しない、自分の生活しか自分の生活すらままならない、でもこういうことであっては私はならないと思っています。子育ても介護もがテーマであります。子育て支援も国が絶対できないことを東京都で成し遂げてまいりました。出産育児費が足りない、これ子供を産むのにたった42万円では足りない、今貯蓄がない中で産めないんです。そういうことを一つ一つ変えていった赤ちゃんファースト事業、これを東京都で実現をしたら国がそれを追いかけてきた。本当は介護職の方々が皆さん職業を辞めて、もう私たち生活していけない、誰かに一生懸命やろう、他の職業に転職しよう、もう介護職やってられないと思われてしまったら、その方々は二度と介護職に戻ってきてくださいません。40キロの女性を介護するのにも相当な力が必要です。プロだからできる、こういう安心しておちおち年も取ってられない、そういうような国を作っているようでは私は政治の役割を果たしてないと思います。子供を一人産んでも二人産んでも、そして社会的養護の方を例えば受け入れても幸せに暮らせる子育て環境をしっかりと整えてまいりたいと思っています。皆さんに安心して100歳になったよ、90歳になったよ、人生楽しいねと思っていただけるような社会を築きます。ぜひ皆さんに覚悟を持って政策で恩返しをしていきたいと思ってます。厳しい戦いでございますけれども、必ず勝ち抜いて、私地域のため、中野区のため、東京都のために働かせてください。ありがとうございます。中野駅へお帰りなさい。